こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2019年の11月18日です。夜の11時ですね。はい、現在の値段は 4.93 円です。はい、5円の近くに来てますね。昨日から 2.6% 上がってます。で、出来高がですね、だいぶ大きくなってきました。今まででしばらくなかった2億円だ超えてます。はい、ということで活発になってきたチャートを確認してみます。4時間足ですけども、 4.9 円のところを超えて5円をつけてますね。4時間前に5円つけてます。で、形を見ると、はい、ずっと上げトレンドできてて、ここの5円のこのとこですよね。はい、5円をここに何回かツンツンツンと、トライしてます。はい、で、もう一回ちょっと大きく見ると、ここで、まあ、W を作ってますし、まあ、ここでカップイズハンドルっていうような形もなってますよね。はい、だから典型的なこう上抜けの、まあ、予兆というふうにも考えることができます。まあ、ここからガンと落ちる時もあるんですけどね。はい、で、ツイッターですけど、だいぶ活発になってます、週明けまして。で、一つご紹介したのは、このゆうたさんという方の、ステーキングのミートアップの第2弾というのが26日あたり、東京あたり、宮武さんっていう方の、あと私も話すと思いますということで、ゆうたさんとかもいらっしゃって、いろいろ説明いただけるということなので、ぜひ東京の方は、参加されるといいと思います。はい、26日になるかわからないっていうのもちょっと前のツイートに、次のツイートで出てましたけども。はい、で、次に、IOHK からのシェリーテストネット You are weekly rollout rollup is now live ということで、こちらがちょっと、サイトがですね、ちょっと前に更新したのがあります。で、WhatsApp というところで、すみません、ここだ。ダイドロスバランスチェックというところで、Two known issues have been logged with the new balance check Daedalus that the teams are currently working on ということで、ちょっと2つ不具合が見つかって直してますという感じのことが書いてあると思います。Cannot start the node ということで、ノードが始まらないということで、まあ、機能しないという意味でしょうね。はい、で、もう1個はテストネットバランス is incorrect ということで、数字が、テストネットで、正しく、保有エイダが、計上されなかったのっていう不具合もありましたよということで、今これを直しているということですよね。はい、でですね、やっぱり今忙しいところでどんどん新しい情報が出てくるので、一時情報にやっぱり、見ないといけない、アクセスしないといけないですね。はい、で、私もちょっとツイートだけ今まで見てましたけど、ここを、これから毎日見るようにしたいと思いますので、これ聞いていただいている方もご覧になるといいと思います。はい、で、私もちょっと勘違いしてたりですね、明確でなかったりしたことが結構あるので、ここをもう毎日これから読むようにしていきたいと思ってます。はい、で、ステータスですね、今の状態は模擬スナップショットが完了、これは12日に終わりました。で、新ウォレットで残高を確認してくださいねということになってますね。はい、始まりますということで、まあ、読みますか。現在、体の整理機におけるインセンティブ付きテストネットに向けた準備が進められています。テストネットの開始とともにネットワーク分散化の第一歩を踏み出されます。このテストネットはインセンティブのを実世界のコンテクストでテストするためデザインされています。 ADA 保有者はステークの委任またはステークプールの運営を通じて実際の報酬を手にすることができますということで、委任をしないといけないということですよね。はい、で、ここは、模擬スナップショット終了と、これ12日に終わりましたということですね。で、模擬スナップショットへの参加は任意です。インセンティブ付きテストネットの参加には影響しませんですから、12日に、まあ、何をやってたとしても関係ないですよと。ただ次のインセンティブ付きテストネットへの参加っていうのは、もう一回スナップショットをやるところから始まるんですけど、それが11月の後半の5日ということで、なってますので、まあ、12日のために
ダイダルスか鎧にエイダを保有していた人は、まあ、そのまま保有していればいいというふうに思います。はい、あ、すみません、私の解釈もね、その正しいかどうかっていうと、そうでもない可能性がありますので、ちょっとここ読みながらで、ね、あの皆さんちゃんと確認していってほしいなと思います。で、ダイダルスで残高は確認できますねっていうことですね。で、これをやって、ちょっと数字が合わないのが見つかったということが先ほど書いてありました。で、この次、ダイダルス模擬スナップショットウォレットをダウンロード、インストールしたら、ウォレットの復元機能を使用してテストネットの残高とメインネットの残高が一致するか確認します。この際、スナップショット実施時に ADA を保有していたメインネットウォレットのウォレット復元フレーズを入力する必要がありますということですね。はい、ウォレット復元プロセスで作成した残高ウォレットを使うと、メインネットの残高が正しくキャプチャーされているかを確認できます。今後、インセンティブ付きテストネットで委任により報酬を得られる段階になると、ステーク委任に参加するためには報酬ウォレットを作成して資金を移し替える必要がありますと。で、ここについては、私が、正確に認識しなかったので、この動画のシリーズで、一回も言及したことがなかったので、ちょっと私の動画だけで情報を得ている方がいたらすいません、ちょっと情報不足だったと思います。はい、ステーク委任に参加するためには報酬ウォレットを作成して資金を移し替える必要がありますということですよね。ですので報酬ウォレットを作らないといけないですと。で、報酬ウォレットを作るということは、今の模擬スナップショットの時に、確認してくださいっていう、ここのウォレットですね、このウォレットをやっていくのと同じ作業ですよということが書いてあります。報酬段階はまだ始まっていませんが、ダイダロス模擬スナップショットウォレットでも報酬ウォレットを作成して資金を移し替えるテストを行うことができますということなので、実際のそのインセンティブテストネット用の報酬ウォレットではないですけど、今の、12日のスナップショットを確認するための模擬スナップショットウォレットというところで、同じことが、試せますということですね。で、ダイダロスでテストネット用のADA残高を確認する詳細方法はチュートリアルで動画をご覧ください。これは何回か説明しています。テストネット用のADA確認、ADA残高の確認で問題が生じた場合は IoTK サポートにリクエストを信じてくださいということで、で、今2つぐらい不具合が見つかっているという話ですよね。はい、で、鎧でも残高が確認できますということです。はい。これもご紹介した通りですね。鎧模擬スナップショットウォレットのブラウザ拡張機能をインストールしたら、ウォレット復元機能を使用してテストネットの残高とメインネットの残高が一致するか確認します。この際、スナップショット実施時に ADA を保有していたメインネットウォレットのウォレット復元フレーズを入力する必要があります。ということなので、ここも、いろんなツイートで、注意されてましたけど、ここで、誰かに見られるとかそういうことがないようにしてくださいということですね。鎧でテストネットでADA残高を確認する詳細方法はチュートリアル動画を確認してください。これも何度か説明させていただいていますね。で、ここの説明はまたちょっとお読みいただければと思います。はい、そしてですね、この IoHK のこのサポートテストネット基本操作というところで、7時間前にですね、また新しい情報が出されておりますので、こちらにもちょっとだけ触れますが、ちょっと全部は読めないのでまた読んでおいていただきたいと思います。で、明日またできればここ見たいと思います。はい、で、ポイントとしてはここずっと言って、これからのことがね、ここに書いてありますので、今月後半に実際の作業を行う際に非常によく似たスナップショットと復元のプロセスを計画していますということで、やっぱりここで、模擬スナップショットウォレットというのを作っておいてやっておくと、実際にステーキングに移るときに、次のスナップショットが終わった後に、この作業をスムーズにできるということですよね。はい、値段を確認します。 4.94 円ですね。はい、ちょっと時間がないので計算しちゃいました。3万776円のマイナスと、そして、30.8% の マイナスですね。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。先ほど見たページをぜひご自身でご覧になってください。よろしくお願いいたします。失礼いたします。